務大臣、この参加動機まずくないですか。はい、ルール守れば杉田水脈さんじゃないんですか。自見大臣、4月2日に記者会見を行われました。それについてです。4月2日の記者会見でイスラエルの万博参加に対する考えを問われて、このようにおっしゃってます。万博への参加は各国が自ら判断することが原則だと。これ普通に読めばイスラエルが自ら判断したからだという考えに思えるんですけれども、そうなんでしょうか。1月25日が参加の期限ですけれども、それに大幅に伸ばす形でですね、そして2月末にわざわざイスラエルに日本が訪問して万博参加を要請していますよね。辻清人外務副大臣にお伺いしますが、今私が言ったこと、2月末にイスラエルに辻清人外務副大臣が行って、そこで万博参加をイスラエルに要請したのは事実ですね。事実でしたら事実ですとだけお答えください。辻外務副大臣。お答えします。2月27日および28日にパレスチナおよびイスラエルを私訪問しました。その際に、イスラエルではカッツ外務大臣と会談した際に、まだ出欠がなかったので参加をしますかしませんかという確認はさせていただきました。大石晃子君。外務省のホームページには参加を要請したとは載ってないんですけれども、イスラエルのホームページには、これイスラエルのホームページままなんですけれども、そのように参加要請されたと書いてあるんですね。辻清人外務大臣と、これ原文ままですけど、外務副大臣がカッツ大臣と会談してイスラエルの参加を要請したことが明らかになりましたと。相手国が参加要請されたと書いてあるので、事実としては参加要請したことになります。辻清人外務副大臣にはこれで終わりですので、違ってたなら訂正させるべきだと思いますね。質問は副大臣には終わります。ありがとうございます。パネル1の1に戻ります。自見大臣に引き続き伺いますが、こちらですね、このイスラエルの万博参加に対する考えの中で、ガザ地区におけるイスラエルの行動は、いや外務副大臣、退席してよろしいですか。退席してください。ありがとうございました。自見大臣がこのようにおっしゃいました。ガザ地区におけるイスラエルの行動はハマスなどによるテロ攻撃を直接のきっかけとするものだと。これ単なる伺いますが事実確認ですけれども、この直接のきっかけというのは10月7日のハマスなどによる攻撃ということでよろしいですよね。イエスだと思うんですけど、端的にお願いします。自見大臣。お尋ねの趣旨でございますが、万博への参加につきましては各国が自ら判断することが原則となってございます。でロシアにつきましては昨年11月28日にパリで開催され、これロシアについてのことでまだお伺いされてないかもしれませんでしょう。すみません、間違ったので答え直します。失礼。お答えいただけないで、10月7日のことかどうかだけ聞いてるんですけど。ちょっと待ってください。時間がないので。いやいや、今答弁、大臣答弁中ですから。10月7日のことかと聞いてるんですけど。はい、お答え申し上げます。その当時の私が答えさせていただきましたのは、ロシアとの比較の中で記者会見で聞かれたときにお答えをさせていただいたものでございます。できちんとお答えをさせていただきたいと思ってございますが、ロシアによるウクライナ侵略は武力の行使を禁ずる国際法および国連憲章の重大な違反であり、この観点から大阪・関西万博の命輝く未来デザインというテーマと相入れないというふうに申し上げております。また今般のガザ地区におけますイスラエルの行動はハマス等によるイスラエルへのテロを直接のきっかけとするものであり、ロシアが一方的にウクライナに侵攻している行動と同列に扱うことは適当ではない、この2つをお示しをして同列に扱うことは適当ではないというふうに申し上げたものでございます。10月7日のことでよろしいですかと聞いたんですけども、答えなくて結構です。自見大臣だけではなく、日本政府とアメリカ
も同じ認識ですので10月7日のことでしょっていうのにイエスでないのはおかしいと思うんですね。7月11日に発表された日米共同声明においてもこのように語られています。我々は、日米政府は去年昨年10月7日のハマス等によるテロ攻撃を改めて断固として非難し、国際法に従って自国及び自国民を守るイスラエルの権利を改めて確認すると、このように10月7日だとあくまでハマス側がきっかけだからだとして、日本政府各国政府がイスラエルを擁護し続け、そしてイスラエルを擁護している自分たちを正当化していますが、10月7日がきっかけのように扱う、それ果たしてそうなんでしょうか。パネル 2-1 をご覧ください。2023年10月7日にハマスの大規模攻撃が起きましたが、その前2022年12月末にネタニヤフ新政権が発足して、そこから2023年10月7日に至るまでのパレスチナの被害の例を一覧にしております。時間がないので簡単に端折りますけれども、ユダヤ人入植者1000人が襲撃して放火ですとか、アルアクサモスクにイスラエル警官が突入しパレスチナ人350人以上が逮捕、イスラエル政府がヨルダン川西岸のユダヤ人入植地に5700戸の住宅建設を決定、この入植というのは日本政府も明確に国際法違反だと断言していますので、入植にも考えがいろいろあるというわけではなく、やっちゃいけないということをこの2023年の6月にも5700戸の建設を決定している。そしてイスラエル軍がヨルダン川西岸のジェニー難民キャンプで軍事作戦を行い、7000人から8000人の人が家を破壊され住む場所を失った。9月にもイスラエルがハマスの軍事拠点として空爆をして、それぞれ死傷者も出ているところです。これは報道の一例なんですね。このような2023年においてなぜこの10月7日をきっかけだと言い続けるのか。それから人質のことも言っていますけれども、人質に関してハマスが人質に取った、しかしイスラエル側ももっと多くの人質を取っているということがやっとこの間世界の目にも明らかになってきたというところです。このような状況において今なおですね、今イスラエルが3万人を超えるパレスチナ人の無差別殺戮をしている、その中でいまだ国際社会が10月7日を振りかざしてイスラエルを全面支援しているんです。つまりこれは虐殺に加担している、国際社会は共犯なんです、日本政府は共犯なんです。これはレトリックではありません。具体的にパネルを見てください。今日本政府はいろいろなイスラエルと結んでいるさまざまな投資や防衛にかかる協力があるんですね。この一覧は、パネルの5に掲載しました。特にこの2016年に防衛省とイスラエルで無人偵察機を共同研究の計画が明らかになっていますが、2016年には国連安保理で入植は国際法違反でありダメだという非難決議に日本も賛成している。しかしその同じ年にこのような無人偵察機を共同研究の計画、そして今昨日も外で国会の外でこの国の人々が国民が防衛省はイスラエルの武器を買うなって声を上げていますよね。その声が聞こえるんですか。それから自民大臣は大阪万博ですので、大阪万博も同じことなんですね。万博も加担の役割を果たしているんです。今年2月22日にイスラエル政府さらに入植地の拡大を言ってるんですね。でも2月22日の数日後に先ほどの辻清と副大臣がイスラエルに行って万博の参加要請をしているんですよ。で万博の参加を決意して勝大臣は万博参加の意義をこのように述べています。特に殺人にまとめます。まとめてください。まとめます。申し合わせの時間が経過をしております。かつ大臣の言葉だけ、殺人テロ組織と正義をかけて戦っている今、日本での重要なイベントにイスラエル国家が参加することは非常に重要であると万博参加の意義を述べているんです。これまずくないですか。自民大臣、この参加動機まずくないですか。はい、ルール守れは杉田水脈さんじゃないんですか。はい、時間経過しておりますので、すいません、質問これで終了いたします。
万博は中止しかありません、はい、終わります。